リンクスタート。のセリフだ。締めたフロアボスか。なぜここに。なんとか巻いたと思ったんだけど、やるしかないか。なあそこの君、ここではこんなモンスターが出るのか。
あんたたちのようなならず者と話す気はないわ。あんたたち何か勘違いしてないか。危ない。あんたどうして。俺だけで受け止められるということは、70こそよりパラメーターが弱く設定されているな。だが安易に逃がしてくれるような相手ではないし、そこの君、少しは戦えるんだろう。何を。こいつを倒すまで一時休戦しないか。なんで私があんたなんかと。こいつの鎌は俺が受け止める。君はサイドから攻撃してくれ。なぜ私をかばうの。後ろから切りかかられるかもしれないよ。君に襲われる心当たりは全くないんだけどな。でも君は生き残りたいんだろ、うん、それならこいつを倒すしかない。ついでに言うと、俺も死にたくない。分かった、今だけ協力してあげる。サンキュー。よし行くぞ。
こんなモンスター初めて見た。75層のボスに似ていた。フロアボスがなんでこんなところに。さあな。でもステータスはだいぶ弱くなっていた。同じステータスだったらとても二人じゃ勝てなかったよ。で、俺としてはできればしたくないんだけど、そのやっぱり君と戦わなきゃいけないのか。俺が何かしてたら謝る。本当にあいつらの仲間じゃないの？あいつらで誰のことだよ。どうやら本当みたいね。でもあんた見えてるんでしょ、私のカーソル。ああ、オレンジだな。それを見て何とも思わない？なんで普通に話しかけてこられるの？気にはなっていたけど、まあそれどころじゃなかったし。聞いたら答えてくれるのか？いいわ。私、人を殺したの。そういうことだから私に関わらない方がいい。それじゃさよなら。さっきは助けてくれてありがとう。ちょっと待ってくれ。何？関わらない方がいいって言ったでしょ。それは分かった。ただもう一つだけ聞きたいことがある。教えてくれ。ここは一体どこなんだ？ SAO の中ということは間違いないだろうけど。分からない。私は1ヶ月前にここに飛ばされたんだけど、生き残るのに精一杯で。で、あれ、使えるじゃないか。ここの階層は分からなくなっているけど、アイテムやメッセージは通常通り使える。転移結晶がないのなら俺のをあげようか。いくつか持ってきているから。遠慮する。君はフォローエリアデータ、アクセス制限が解除されました。なんだ今のは。あんた、それ、その手に浮かんでいる文様は。いつの間にこんなものが。さっきまではなかったのに。さっきのアクセス制限がどうのっていうアナウンスと関係があるのか。あんた一体何者？どういう意味だよ。それよりここは一体どこ？あ、いや、ここは一体。私も、よくは知らないけど。ねえ、その手、よく見せてくれない？え？一体何を？やっぱり同じ。同じって、何が？これと同じ文様がある場所を知ってる。そこに行けば何かわかるかもしれないな。他に手がかりもないし、行ってみるよ。その、もし君が良ければだけど、そこへ連れて行ってくれないかな。別に構わない。でも、そんな簡単にオレンジ、いいえ、
レッドを信じていいの？確かにカーソルがオレンジってのは気になるけど、でもスカルリーパーと戦った時だって協力してくれただろ。それはそうだけど、 SAO の中で一緒に命がけの戦いをしたんだ。それだけで十分信用に値するよ。俺はキリト、君は？フィリア。フィリアか。よろしく。あんたってよっぽどのお人よしか、よっぽどのバカよね。一応人を見る目はあるつもりなんだけどな。それは光栄と言うべきかしら。さ、案内。
ヘリア、このフィールドは一体何なんだ？階層も表示されないし。ここはホローエリアと呼ばれているらしいわ。ホローエリア？あんたはどうやってここに来たのか覚えている？ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら突然このフィールドに転送されたんだ。回廊結晶のコリドーに似ていた気がする。突然転送されたか。だったら私とほとんど同じ。その手に浮かんでいる文様、フィリオにはないんだな。ええ、というかここでそんな文様があるプレイヤーなんて見たことない。え？ここにはフィリア以外にもプレイヤーがいるのか？ええ、でも少しおかしなところがあるというか。おかしなところ？説明が難しいの。実際に会って確かめた方がいい。わかった、そうしよう。で、俺たちが今向かっているのはどこなんだ？ほら、あそこに見えるでしょ？ああ、あの球体か。中に入ったことはあるのか？いいえ、入れないの。でも、あんたがいれば入れる気がする。その文様と同じものが描かれていたから。文様が浮かんできたのはスカルリーパーを倒したことがきっかけのようだけど。でも私には文様が出なかった。あんたの取っているスキルに関係があるんじゃない？こんなことが起きるスキルなんて聞いたことがないぞ。規定の時間に達しました。これより適性テストを開始します。いきなり何？なんだこのアナウンスは。規定の時間？適性テスト？おいフィリア、これは一体何だ？私に聞かれても困る。適性テストとか言ってたよな。私も確かにそう聞こえた。なんだか知らないけど面白いじゃないか。ここを突破してテストに合格すればいいんだろ。あんた、こんな時によくそんな前向きになれるわね。この状況でテストとやらを回避できると思うか？それに未知のフィールドにはやっぱりワクワクしちゃうんだよな。どうやらお人よしじゃなくてバカの方だったみたい。私はずっと悩んでいたのに。なんか言ったか？なんでも。とはいえ俺はこのエリアについて何の情報も持っていない。フィリア、とりあえず周辺エリアで今まで戦った敵のデータを全部くれないか。それと状態異常やトラップなんかの傾向も。分かったから、一度にいろいろ聞かないで分かんなくなる。